ケプラー 62F とは地球から見てこと座の方向に約1200光年離れた位置にある恒星ケプラー62を公転する太陽系外惑星の一つである。2013年の発見当初は天体が液体の水を保持できるハビタブルゾーンの内部にあると予測されている天体の中では最小の直径を有する太陽系外惑星であった。 ケプラー62を交点する5個の惑星と太陽系の惑星のそれぞれの軌道の比較。最も外側を交点するのがケプラー 62F である。ケプラー 62F は太陽の0.64倍の直径と0.69倍の質量を持つやや小ぶりの大きさの構成系ヘプラー62を交点している。ケプラー62には 太陽系外惑星が全部で5個発見されており、ケプラー 62F はこの中で最も遠くを降転している。軌道長半径は 0.718AU と太陽系では近星とほぼ同じ距離を267.291日周期で降転している。地球から見るとケプラー 62F はケプラー62の表面を通過する。これにより、 ケプラー62の一部が隠されることで7.46時間の間最大で0.042%ケプラー62の明るさが減少する。ケプラー 62F はこの性質を利用したトランジット法によって太陽系外惑星を検出するケプラー宇宙望遠鏡によって2013年に発見された。発見の事実は ケプラー62の他の4個の惑星とケプラー69を公転する2個の太陽系外惑星と共に2013年4月18日に公表された。ケプラー 62F はその長い公転周期のために構成面通過がなかなか起こらない。当初はケプラー62ビットから E までしか存在が気づかれず、これら4個の惑星の発見後、エリック・アグルによって発見された。 左からケプラー22ビット、ケプラー 69C、ケプラー 62E、ケプラー 62F と地球の大きさの比較。それらのすべてがハビタブルゾーンに位置する惑星である。ケプラー 62F は構成面通過の原稿度から直径が地球の1.41倍であると推定された。また、軌道長半径は地球と比べれば構成に近いが、 ケプラー62の表面温度が太陽より低い摂氏4652度であり、高度も太陽の0.2倍であるため、ケプラー 62F はケプラー62のハビタブルゾーンの中間に軌道を持つと予想される。ケプラー 62F は発見当時、ハビタブルゾーンに存在すると予測されている惑星の中で最小の直径を有するものであった。それ以前の記録は、 地球の2.4倍の直径を有するケプラー22ビットである。この記録は後に発見されたケプラー 186F により更新された。ケプラー 62F はトランジット法で観測された惑星であるため質量は不明であるが推定で地球の35倍以下の質量を持つため NASA はケプラー 62F を岩石の蘇生を持つ地球型惑星。 いわゆるスーパーアースであると推定している。ケプラー62の年齢は30億年から110億年であり、生命が誕生するには十分な時間が経過している。ケプラー 62F の正確な表面温度は、アルベドと大気組成が判明しないとわからない。仮にアルベド0.3と仮定すると、表面温度は低、摂氏65度となる。 これは一見すると水分が凍りつく低温の惑星である印象を与えるが、しかしこれらはより推定が難しい大気による温室効果を全く考慮していない値である。地球も温室効果がない場合の平均表面温度は低く、摂取18度になると考えられている。より直径が大きく質量も多いと推定される。ケプラー十二 f はより濃密な大気を持ち、 その分だけ温室効果も強く働くと考えられる。ありがとうございます。